発送終わったら例のやつ行きましょうか。え行きましょうか。行きますか、うん、はい。はい、サオチスタートです。はい、はい、早速はい行きますね、うん、この前夢を見たのですが、うん、亡くなった祖母が車で迎えに来てくれて、ほう、実家まで送ってくれましたと、うんうん、でその時祖母の顔は真面目な感じで、うん、大丈夫だからっていう感じだったそうなんですけど、これは何か意味があるのでしょうかって、うん、夢なんですけどね、うんうん、まずね、その亡くなった人が出てきた場合どういう表情をしてるかが実は重要で、笑ってたら運気上昇のサインなんだけど、怒ってたり悲しんでると運気が下降しているサインでもある。この肉体を守っているのは先祖なので、一番わかりやすいおじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんとか自分が知ってる身内が出てくる場合が多いんでね。でその人が迎えに来るっていうのは、うん、例えばこれがおじいちゃんおばあちゃんじゃなくて彼氏彼女だった場合、別れの暗示だったりするんだよ、迎えに来るっていうのはね、うん、でもこの場合その車で実家まで送りましたっていうことなので、おばあちゃんがその今を心配されてるのじゃないかなと、うん、実家の夢を見る時っていうのはある意味原点に帰りなさいっていうメッセージがそこには含まれてて、実家って自分の原点でしょ、うん、原点回帰っていうのがメッセージに含まれてて、今ねいる状態、今ある状態からもう一度原点に帰って、例えば学生時代に思ってたこと、そこから実家を出て、就職したり大学に行ったり結婚したりって何かこう実家を出ることがあったと思うんだけど、その時に自分が何を思って実家を出たかとか、そういう原点に帰るっていうのが意味としてはあるんですよ。だからおばあちゃんとしては今まで多分その方を守ってきたんだと思う、うん、でも自分一人で人生を持ち上げることができないから、その他の先祖たちの力も借りてあげたいんだけども、そのためには一度原点に帰ってもう一度どう生きようと思ってたかを思い出しなさいっていうメッセージだと思います。実家住みの人が実家に送ってもらうっていう場合は同じ一緒、うん、原点、もう一度原点に帰りなさい、うん、若い頃あなたはどうやって生きようと思ってましたか、何をして生きようと思ってましたか、どんな夢と希望を持ってましたか、うん、そういう話です。はい、ありがとうございます、はい、面白い夢ですね。うん、そうあんまり夢見ないですもんね。見ないです、指ひかいて寝るぐらいほっとけはい、タオチではいろんな質問お待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。またね。